はい、高井豊です。高木です。どうぞ。山田弘樹です。レギュラー化してる。いやー、なんかいいっすね。違和感ないっすね。いや、今回はですね、はい、もうせっかく野村さんをお招きしてますんで、この2人が揃ってるわけじゃないですか。そうっすね、もうレジェンドの2人、レジェンドの2人が、はい、なんで、野村さんに投げていただいて夢の対決という形で。これ味方だったの。はい、だから面白いんですか。はい、野村さん聞いてください。はい、はい、はい、野村さん VS 高木豊さんで、お、高木豊はヒットを打てるのか。お、対決です。ちゃんなった2人の対決。痛いっす。痛いっす。いやー、もうこっち痛いっすよ。もうじゃあ行きますか。お願いします。お願いします。意気込みどうですか。ヒットします。まだ豪快に振ってくれるやん、まだね。そうですね。あそこでお前、まっすぐすごくすごいやろ。今、その話はしてないです。そうなんです。でも、ランボーホームランとかしてるかと。あの、悩んだ時期あったの。いや、ピッチャーやめたの、野手に倒されたの。今だからぶっちゃけよくて、プロに勝って決めて、10球団を決めて、その代わり10球団が待ってた。太陽と近鉄だから来てる。それぐらいバッターは評価は高かったらしい。こんなに力分かったでしょ。いやー、いやなんか野村さんに
回りみたいな感じなんですよね。まあ、もうだってちゃんちゃんこ切る年だから。はい。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。